皆さん、おはようございます。もごもご입니다。今日はドラマ、新米士官クヘリョンから見ることができる、朝鮮末期の情勢の娯楽、小説ブームの話をしてみたいと思います。じゃあ、まず、朝鮮と言ったらどういったイメージなんでしょうか変な帽子をかぶっている男たちが本を読んでいるイメージありませんかはい、実際は朝鮮は、ーよりは文を 大事にしてた文化だったので本はとても大事なものだったんですよね。 以前の屏風の動画でも説明しましたが、屏風の絵で本をいっぱい詰めておいて幸せになる気持ちを感じたいというぐらい本が大好きだった民族だったんですけれども、えー、実際この本、昔は今と違って印刷記述とかあんまりなかったので全部手書きで書いたと思いますね。で、それが記録によると本一冊がお米 500kg ぐらいの値段だったらしいんですよね。かなり高い値段だと思います。今の 感じで計算してみたら、まあ どっちかと言ったら皆さんの理解を深めるための単純計算なのであくまで参考までしてください。2022年現在、韓国で 10kg のお米が2300円ぐらいで買えるんですよね。で、これを考えてみたら 500kg で計算してみたら115000円ほどになりますよね、えー。もちろんこれは時代によって、まあ、もちろん今と給料とかも全く違うので実際自分たちが感じる金額とは違うと思いますがあくまで まで、これぐらいいだだだっったんだと思ってくださいね。で、なので、勉強がしたい人たちはすごく大変だったんですよ。勉強がしたいのに、本がこんなに高くては、勉強がなかなかできないということですよね。こういった時に、朝鮮末期、面白い文化ができますね。それは、せェッカー。 ととというこころが登場すす。ることになりますチ,ェチェッカーというところは本をコピーしてレンタルするお店だったんですよね。ただそれも原本ではなくてコピーしたものをレンタルするお店でした。でこういったシステムを利用した場合 先ほど言った本の値段の10分の1ぐらいの値段で本をレンタルすることができたらしいんですよ。なので、当時の人たちにかなり人気があったようです。で、このセッチェッカーが本をコーピーする方法を見てみると、基本的にはコーピーでもやっぱり手書きでコーピーをしますよね。で、 紙にはエゴマ油を塗ったらしいですよ。いろんな人が見るので、丈夫に持つように紙を強くしたんですよね。そして、表紙は麻布を使ってかなり丈夫にしてたらしいですよね。で、ページの下の部分は余白を残しておいて、いろんな人がページをめくるときに、この部分に損傷があっても大丈夫なように、下は余白にしたらしいです。 で、それと老若男女、誰でも見れるように文字は大きくしてたらしいです。で、こういったシステムのおかげで、かなり人気があったようで、ソウル市内中でも30箇所ぐらいの伊勢チェカーが登場してて、かなり人気だったらしいですね。 でその中で、先ほど言ったクヘリョンというドラマとか、まあ、いろんなドラマを見てみると皆さんお気づきだと思いますが、意外な現象が起こります。えー、実際は最初は勉強する人々のために作られたんですけれども、女性たちに大ブームが起きてしまいますよね。これは要素もできなかったことだったでしょう。 その理由としてなんですけれども、まあ、基本的にはまあ勉強する本もコピーしましたが、三国志みたいな中国の歴史小説を翻訳したり、本ジ東ンという朝鮮のヒーローのもの、今に例えたらマーベル映画みたいなものですかね、それもレンタルができて、 でさらに、やっぱり女性たちが好きなローマンス小説が人気だったらしくて、スニャンジョンというキーセンと恋関与のラブストーリー、そして、シンチョンジョンという親心を持っている少女と王様の結婚の話など、今のカンドラみたいな財閥と一般人の恋愛みたいなストーリーがもうすでにこの時代から大人気だったらしいですよ。なので、女性たちはこういったストーリーにすごく熱狂だったそうですね。 さらになんですけれども、朝鮮はやっぱり女性には勉強させなかったので、漢字が読めない女性が多かったけれども、ハングルは基本的に先民じゃない限りはみんな読めたらしいですよね。なので、この設置家ではこれを全部ハングルで翻訳してたので、誰でも読めるということで、さらに人気があったそうです。当時の選挙士であったヘミルトンの記録を見てみると、 朝鮮情勢の特殊部門はすごいと言って、朝鮮情勢は新作を読めなかったら仲間外れにされるといくらい、まあ、今とあんまり変わらないすごいブームだったらしいですよね。 で、その中で朝鮮の記録を見てみると、新作の先取りで大喧嘩になったりとか、ある家庭の場合は読書のため財産を処分してしまって破産した家紋があって問題になるという記録もあるぐらいですよね。かなりこれにハマってた朝鮮の情勢たちでした。接着家なんですけれども、1箇所に120種類。 33004冊を保有していてて結局これのおかげで朝鮮末期ハングルの活性化に貢献したらしいですよねでこのセッチェッカの様子を見たい方はドラマ夜を歩くゾンビそしてソンギュンガンスキャンダルそして新米士官クヘリョンなどをご覧になりますとこのセッチェッカの様子を見ることができます じゃあ、こうやって人気を得ている設計家、やっぱり人気があると問題もありますよね。やっぱり設計家としては多くの利益を残したいので、一冊の本を三冊から五冊に分けて利益を取ろうとしてたんですよね。で、さらに、 あのスピードが大事ですよねいろんな人が見たい,というからなので適当な文字で書いてたらしくて実際この本の最後には設置券からのメッセージなんですけれども汚い文字で書いたけれども避難しないで許してくださいというメッセージもありましたなのでこれを借りている人たちの 苦情も多かったでしょう。実際の当時の書籍を見てみると、こういったコメントが実際の本に書いてるんですよ。一冊の本を数冊に分けるなんて泥褒めとか書いていますよね。みんなが見る本に。これがどういった気持ちか。皆さんがちょっと分かるように、同意を使ってみたら、こんな感じじゃないですか。同意がある日、大事なお話がと言って、チ波ンハを呼びます。チョンハがどうしたと言ったら、それがって言って、 こんな感じですよね。今のカンドラみたいな感じだったと思いますが、これが朝鮮時代から、お後がとても気になるような締め方は朝鮮時代からあったようですね。 で、実際、またいろんな落書きの記録を見てみると、大事なページだけ破って、そのページだけ別料金という記録もあったから、多分、セッチェッカーは、こういったずるいこともしたんですよ。とういうことだと言ったら、じゃあ、同ーが、ンハに来て、大変です。で、ジョンハはどうしたって言って、急に、いきなりページをめくってみたら、ジャンヒビンが死んで、 チョンハはこれで終わりだって言って終わっちゃいましたそれを私が接着家に持っていて真ん中ページ飛んでないかと言ってたらあこのページは別料金ですよお客さんと言われているこの気持ちなんですよね接着家はこれをわざと狙ってやってたと思いますねでそれ以外にもやっぱり接着家に対する文句が多かったのかお金をもらっているくせに文字が汚くて読めない先ほど言った話ですね とかまあ、この本の持ち主はアホつまり接着家に対するまあ、露骨的な非難もあったと思いますでそれ以外には接着家に対するような不満かわかりませんが落書きがかなり、えー、発見できますけれども人から借りたものを大事に使う日本人から見てみると こういったレンタルしたものに落書きをするような文化、ちょっと理解できないかもしれませんね。実際、韓国旅行とかいてる方、韓国で現金の札もらっている方、覚えがあると思いますが、韓国人ってこうやってお金にも結構手紙を書いたりしますよね。メモ帳みたいに使ったりとか。まあ、例えば、その中をゆっくり読んでみると、標、ま、準、あ、と100日記念日、愛してるよとか書いていたり、または、お札の顔に、まあ、落書きをしたりとかすること多かったんですね。 えー、携帯とかがない時代、私があの、電車とか乗ってって暇だったら、こうやって金に書いていたメモを読むのも、時間つぶしの一つだったような覚えがあります。で、韓国は90年代に実際ツタヤのような本のレンタル店が多かったんだけれども、その時に私がこうやって漫画とか借りてみたら、まあ、近代地とかコナンみたいな推理物でも、この人が犯人ってネタバレするような落書きも多かった覚えがありますよね。 それを書いていた下には、これを書いたやつ、悪いやつとか、こうやって書いたりとかするようなこと、実際朝鮮時代から現代の韓国語まで繋がってた文化だったんですね。 ただ今の韓国はもうキャッシュレスが80%まで進んでいるし、もう漫画は基本的に本からデジタルに映っている感じで、もう漫画は全部無料で見れるような感じなので、今はこうやって落書きされているような文化はもう見れなくなりましたね。 じゃあ、せっせの話に戻りまして、こうやって大人気だったせっせ日本帝国の時代に大量生産の印刷が投入されて、歴史から消えてしまいますよね。 で、この設置家の本が気になる方は、一旦現在の韓国には約20冊ぐらい残っているらしいんですが、東京にある東洋文庫という図書館に31種類の作品の334冊あるみたいなんですよ。なので、東京の近辺にお住まいの方は、もしこれが興味がありましたら、この博物館寄ってみたらいかがでしょうか じゃあ今日はここまでです。久々に朝鮮の民衆の話をしてみたんですけれども、先ほど言ったように、先民たちはハングルすらも読めなかったので、ただ先民たちも娯楽を楽しむ欲求があるんじゃないんですかそのために何があったかと言ったら、朝鮮時代になんと今の YouTuber みたいな人たちがいました。それを来週水曜日皆さんに紹介したいと思います。今日も聞いてくれて、ちんちゃちんちゃごまんうよ。여러분、あんよう。